モンバサナイロビ標準機鉄道は、ケニアのナイロビとモンバサを結ぶ標準機の鉄道。中国の支援により建設され、2017年5月31日に開通した SGR とも呼ばれる。ケニアの首都であるナイロビと第二の都市モンバサの間には、イギリスの植民地時代に建設されたウガンダ鉄道をルーツとする狂気の鉄道路線が存在するが、 1980年代以降はメンテナンス不足の影響で老朽化が進み、それに伴い需要も低下し、1980年代初期の年間輸送量が480万トンであったものが2012年には150万トンにまで減少していた。2006年以降はケニアとウガンダの鉄道における旅客、貨物輸送の運営のために設立されたリフトバレー鉄道に運営権が譲渡されたが、 当初の計画であった施設や車両の更新は進まなかった。さらに2017年には世界銀行によって融資された機関車更新費用の2200万ドルがリフトバレー鉄道の幹部が運営するペーパーカンパニーに転用されたことが発覚し、同年にケニア政府がリフトバレー鉄道への運営権上等を終了するにまで至った。そんな中、一帯一路計画の下で、 アフリカ各国への影響力を強め、ケニアを玄関口の一つとして位置づけている中国は、ケニアを中心に隣接する各国を結ぶ東、アフリカ鉄道構想の一部として、2014年に、ケニア政府との間で、標準機の鉄道を建設する契約を結んだ。建設においては、契約内容に基づき中国国鉄の企画や技術、設備を用いて行われ、思考は、 中国の中央企業、中国交通建設集団の子会社である中国路橋工程が担当した。なお、その過程で、ケニア国内において3万7千人以上の直接雇用が生まれている。計画の第一段階であるモンバサナイロビ館、全長 480km の建設は2014年9月から2016年12月の間に行われ、 翌2017年5月31日から営業運転を開始した。利用客は開業から1年後の2018年までの時点で138万人、平均乗車率は95%に達しているほか、現地で5万人の雇用が生まれたと発表されている。ナイロビからナイロビ国立公園などを経由し、内場社へ向かう第2段階の路線建設計画があり、 2019年現在、中国路橋工程により建設が進められている。さらに2030年には国境を越えて、ウガンダの首都、カンパラへの延伸が計画されており、最終的にはこの路線を軸に、東アフリカ諸国へと、標準機の路線網を伸ばす構想がある。また開業後5年間は中国交通建設が、運営を担当し、以降は、 ケニア現地の企業へ運営が受け継がれる予定となっている。沿線開発も積極的に行われることになっており、製油所やパイプラインの建設のほか、各駅に物流拠点を建設することで自動車からのモーダルシフトを進展させるほか、都市機能の強化を行う予定となっている。ナイロビ駅で並ぶ、狂気鉄道と標準気鉄道の客車列車2017年に、 開業した第一キロ線の総延長は490キロメートルで、起点、終点となる、モンバサ駅とナイロビ駅を含め9カ所に駅が設置されている。経路は従来のウガンダ鉄道と並行しているが、起伏に富んだ地形での所要時間短縮を図るため、合計98カ所に橋が設置されているほか、動物との衝突事故防止など環境対策のために、 国立公園を経営する区間は、高架橋や堤防により、地上より高い位置に建設され、像をはじめとする野生動物が、通行可能な地下道も設置されている。2019年現在、モンバサナイロビ標準機鉄道の旅客列車として、以下の種別がモンバサ駅ナイロビー駅間に一往復ずつ、設定されている。全区間の所要時間は5から6時間で、 道路や狂気鉄道からの大幅な短縮が実現している。また、旅客列車に加えて、貨物列車もモンバサ島のポートライッツ地区とナイロビのエンバカシ地区のコンテナターミナルの間で運行している。DF-11 型の模型モンバサナイロビ標準機鉄道で使用されるディーゼル機関車はすべて中国駐車赤書赤記者が製造を担当している。ナイロビ駅に停車する。 客車列車長春季道客車が製造を担当した中国国鉄でも使用されている 25G 型と同型の客車が導入されている。全39両の内訳は25両が高座車、7両が南座車、2両が荷物車、2両が,車2両が3車、3両が電源車である。DF8 バイト型が10連で牽引する貨物列車開業に際し、ホッパ車が180両。 コンテナ車が150両導入されている。モンバサナイロビ標準機鉄道の建設費用の大部分は中国からの借款によって賄われており、ケニア政府はそれらの金額の返済を余儀なくされている。2017年に開業した第一期路線だけでも、ケニア政府が国家予算の1、5に匹敵する3240億ケニアシリングを、 中国輸出入銀行から借り入れており、2022年までに利息を含む3606億ケニアシリングの返済を義務付けられ、主権を理由にした免除の権利もないという契約が行われている旨が報道されている。これらを含めた多額の債務残高への対策のため、ケニア政府は第2期路線の建設費用である3800億、 ケニアシリングのうち半分を中国が負担するよう要請しており政府負担の削減のため官民パートナーシップの導入を提案している。2018年現在建設が行われている第2キロ線の一部は絶滅危惧種のクロサイをはじめとした多数の野生動物が生息するナイロビ国立公園内部を高架線を使って経由することとなっている。ケニア政府は 自然保護の観点から、景観対策や騒音対策を実施し、建設中も野生動物の行き来を妨げないようにしていると説明しているものの、自然保護団体は建設計画が始まった2016年以降、建設の差し止めを求めて、政府を相手に複数の訴訟を行っている。ありがとうございます。